終電間際のカップね、よくいるね、うん、帰りたくないんだよな、うん、遊び方あるよね、そのカップルだけのね、なんかは喋ってない、慣れてないね。でもなんか幸せそうな、確かに目のつむり方、なんだろう、めちゃくちゃ幸せだと思うね今ね、うん、もうこの二人の世界なんだ。器用だね。そこもいいよね。あでもかわい、まあ、かわいいじゃない、こんなとこほら、もうっていう。あ寂しくなっちゃう。すぐ手が。デートなのになんでバッグパンパンなの。何入ってんだろう。バレーボール3つぐらい多分。確かにバレー部の部室にあったやつだな。あれキスは、どっちも目つぶって、どっちもつぶっちゃダメだよ。もうほらかわいそうね。あんまりね駅でチューするのはよくないけれども、でも気にするよね普通こういうの。見えてないんだろうね、周りの目とか、周りなんか見えてないんだろうね。恋は盲目っていうしね、まさにこの終電間際の駅は多いですよ。そんなことはできるのかい。そのいや重いだろ。重いな重いな、一日ずっと。何入れてきちゃったんだ。アヒルさん、アヒルさん T シャツ、なんかショッカーさんが買ってきたやつ。あ、終電来ちゃった、電車だ、あ帰んなきゃ。女性の方がなんか大人だな。確かにまた会えるからみたいな、うん、惜しいね、楽しかったな、ね、今日。もう幸せそうだな。ハートで見送って楽しかったな今日。一気に現実。周り見なきゃダメよ。